1963年に最終合意した両国領土の地図チャミザル紛争とは、アメリカが州国テキサス州エルパソとメキシコチワワ州シウダーフアレス間にあるおよそ600エーカーの土地に関する米牧間の国境論争。元々の国境線は1852年に測量と標識設置が行われたが、その後リオグランデ川が流路蛇行し、流路と川床に差異が生じたことが、 そもそもの原因である。スペイン語のチャーミザルとは、紛争地一帯を覆うソルトブッシュの一般名である、チャミゾに由来している。グアダルーペイダル語条約及びその後の1884年の国際国境に関する条約により、両国国境はリオグランデ川の流路、中央線と定められた。これによると、稼働や護岸に変化が生じた際は、それに応じて、 国境も移動するが、条件としてこの流路変化は自然なもので、かつ緩やかに変化していくものに限るものとされた。この条文はそれまでの国際河川のしきたりに習ったもので、流路の変化は自然な堆積物によるものであって、洪水等で突然に生じる短落等によるものは認められず、その場合は従前の流路をそのまま国境とすることとされていた。 1852年から1868年にかけて全般として南側への流路打行が少しずつ進行したが、1864年の洪水を原因とする打行量が一番大きかった。結果として、1873年までに、それまでメキシコ領とされた部分がおよそ600エーカー、減少した。米国側に新しく生じた土地は、エルチャミザルと呼ばれ、 エルパソ氏に編入され人が住み着いた。米牧両国が領有を主張した。1895年には、当該土地を所有していたメキシコ市民らが、洪水による急激な流浪変化は、国境線に影響しないとして、当該土地の返還を求めて、フアレス上級請求裁判所に告訴を行った。1899年に、両国は、洪水防止を目的として、 バテ型に蛇行した稼働をショートカットする水路の工事を行った。これにより385英間の土地が川の米国側に生まれたが人工的な流路変更では国境線は変わらないのでこの土地はメキシコ領のままで飛び地となりコルドバ島と呼ばれるようになった。飛び地のため現地当局も全くと言って良いほど統括管理ができなかったため不法入国の中継地や 犯罪者の逃避場所になっていった。米国中枢大使トーマスマント、メキシコ外務長官、マヌエルテヨ・バウラウドによる署名。1963年8月29日、メキシコシティ1909年、シューダー・アフアレスとエルパソの両子において、ポルフィリオ・ディアスとウィリアム・タフトの国家元首同士による首脳会談が計画された。米国大統領がメキシコの地を踏む初めての機会だった。 しかし、エル・チャミザルには、いずれの国の国旗も掲げずに中立地であるかのような演出がなされたにもかかわらず両国の緊張状態は高まった。テキサス・レンジャー、4000人に上る、米国両国の軍隊、米国シークレットサービスや連邦警察、連邦保安官などが警備のために召集された。著名なスカウト活動家であった、フレデリック・ラッセル・バーナムは、 ジョン・ヘイズ・ハモンドが私的に雇った250人の警備隊の指揮官を務めた。首脳会談当日の10月16日、バーナムとテキサス・レンジャーである CR ・ムーアはパレード沿道に立つエルパソ商工会議所ビルでパームピストルを隠し持つ男を見つけた。二人はこの男を取り押さえて銃を取り上げ逮捕した。ディアスとタフトの二人からわずか数フィートの距離だった。 1910年、米牧両国はこの問題を、1899年に設立され、国際国境委員会に委ねることにした。最低委員会が設けられ、これに、米牧両国代表及び、カナダの法律家である、ユージーン・ラフレールが加わりに長役を務めた。この委員会において、それぞれの都市についてその流ロ学校が自然で緩やかの、もので、 1884年の条約が適用されるべきか否かを検討した。メキシコは境界線は全く変わっておらず、したがってチャミザル地帯は法律的にもメキシコの領土であると主張した。一方米国はリューロダ港ははべて緩やかなものであり1884年条約が適用される。だからチャミザル地帯はすべて米国に属すると主張した。 委員会は、その勧告として、1864年の洪水の、年までの流路変化は自然なものであり、そこまでが、米国領、その後の流路変化による部分は、メキシコ領のままとするとした。米国は、この勧告を拒絶して従わなかった。これが、当該チャミザル紛争に限らず、両国政府間に潜在していた各種の不仲にさらなる、火をつけることになった。 1911年から1963年にかけて歴代の両国大統領がこの問題の解決に努力した。借金の帳消しやリオグランデ川沿いの大大地の提供、当該地域の直接購入、この問題をリオグランデ批准プロジェクトに組み入れるなどの提案がなされたが、どれもうまくいかなかった。最終的にはジョン・カイ・ケネディが自ら提唱した。 進歩のための同盟及び既存の米州機構の結束を強くすることを理由として1911年の勧告を受け入れることで解決を見た。一緒に新しい国境標識の除幕を行う米大統領リンドン・ジョンソンとメキシコ大統領アドルフォロペス・マテオス1964年9月25日国境論争が公式に集結したのは 米北両国が1911年の最低韓国を原則受け入れる条約を批准した1964年1月14日である。これによりメキシコはチャミザル地域の366エーカーとコルドバ島、東部周辺の71エーカーを得た。政府間での金銭のやり取りはなかったが、米国政府はメキシコに渡った土地にあった382の建造物の保証として、 メキシコの民間銀行から保証を受け取った。また、メキシコのコレドバ島のうち193エーカーを得た。河川改修の費用は当分で負担することとした。1964年、当時の両国大統領アドルフォロペス・マテオスとリンドン・ジョンソンは、この軽装置の国境線上で最終決着のための会談を持った。1963年9月17日、 米国議会は1964年チャミザル会議法を可決して公式にこの問題に終止符を打った。そして1967年の10月にはジョンソン及びオルダス領大統領が国境戦場で落ち合い、ここで最終決着を宣言した。このチャミザル会議の一つの目的は人口の放水路を建設し、 リオグランデ側が再び流路の変化を起こして国境線が不確定になるのを防止することだった。コンクリート製の放水路は幅51メートル、深さ4.6メートルで建設費は3本の橋を含めて両国で負担した。米国は1974年、その訪問者に両国の協調、外交、文化的重要性が問題解決の基礎となったことを周知する目的で、 チャミザル国立記念博物館を建設した。ありがとうございます。